あった、宝来県のひつまぶし神宮店あった、宝来県は愛知県名古屋市にある料理店。ひつまぶしの老舗として知られる。正式称号は株式会社宝来県。旧東海道の宿場町、宮宿の陣屋跡地2873年創業。そのため本店は陣屋本店とも呼ばれる。2017年現在、本店を含めて名古屋市内に4店を要する。 蓬莱の名は、昔やつたの地が蓬莱あるいは蓬莱島と呼ばれていたことにちなむ。当初は単なる料理店であったが、明治末期に現在のひつまぶしに相当する料理を出したところそれが客に好評を博し、以来ひつまぶしが看板料理となった。なお、ひつまぶしは、かつて同店の登録商標であった11月20日登録、第199,631号。 しかしこの登録は拒絶査定不服審判の新決で拒絶され現在は有効ではない。誰でもがひつまぶしという名称の料理を提供でき、これは商標権の侵害ではない。ひつまぶしの店として有名になったため、客の多くがひつまぶし目当てに訪れるが、現在でもあくまで日本料理店としてのスタンスを崩しておらず、ひつまぶし以外の単品メニューや、 海石料理などのコースメニューも豊富である。うな丼の出前で空の丼を下げる人に割ってしまうことが頻繁にあったという。頭を悩ました当時の店主、神三郎が女、中神を梅の知恵を借りて割れない木の器と数人分のうなぎ飯を入れたおひつで出前するスタイルに切り替えた。ただ、 ご飯の上にうなぎを乗せているとうなぎばかり先に取って、下のご飯が残りやすくなってしまった。そのため、また店主と女中頭が工夫を凝らし、うなぎを細かく刻んでご飯と混ぜるように変えたら、好評を博した。そこで、出前だけでなく店内の懐石料理としても提供し始めたのが、当店におけるひつまぶしの起源である。ありがとうございます。